はい、えー、っとね、あのー、動画出したじゃん。クソ動画。誰も見てないけど。あー、ボイナガさんが見てるか。って感じで、あのクソ動画出して。あれは、ギャグ動画なんですよ。俺が言いたいこと。えー、ユナチャンネルに、物申す、えー、クソキッズたちに物申す。というのを、キッズがやります。何キッズでしょうか、私は。チクタクチクタクチクタクチ,クタクチン。 メグインキッズでしたやりましょう、えー、カルピスぶっかける動画と全国のロリコんと思ってセリフを明らかにユナちゃんに対してセリンガンジゃを言い出せるっていうのがまる見え見えなのがまず問題ってことが分からないのかそれでもう今日と金儲けするのが気持ち悪いって頑丈なんですかね金儲けすることは何か悪いかっていうとなんだよって思うけどねそのなんで金儲けすることが本当に気持ち悪い田中チェケって これに対して何か反論できるならしてみる日がある。この、ね、挑戦状みたいな。これ気持ち悪い。田中チケットやつね。これに対して何か反論できるならしてみろよ、光るし死ねえよ、おめえみたいなやつ見てるか知らんけどな。じゃ、そんなこと言うなよ。今回ばかり柴田の言ってることも正しいと俺は思うぞ。まあ、柴田さんが言ってることもまあまあ正しいけど。正しいと俺は思うぞ。え、で、まず柴田さんの言ってること今まで正しくないと思ってたの、あなた。いや、結構、 こう、柴田さんの言ってることは当たってるんですけど。なんなの柴田さんも見てるってことをで、浩平さんの動画を見てるってことは浩平さんのっていう意味でしょでもこいつどうせ浩平で、まずさ、あのー、聞いて。あの、カルピスをぶっかれる動画っていうのは、えー、俺はね、9割9分9厘ね、浩平が悪いと思ってるの。確かに、あの、それを強化してしまったっていうのは悪いんだけど、確かに雰囲気は強化したけど、そんな変身になるとは思ってないじゃん。だろなぁ。そんなに自分確認しろよ、とかパーカ。 ごめんね口悪くて俺が思ってることをね言う俺の俺がこれでいつもやっちゃってんだけどうわーこれ山田になるわ全言撤回